皆さんこんばんは。ドラゴンボール Z ドッカンバトルメインプロデューサーの柴 P です。皆さんこんばんは。国内版プロデューサーのお松です。本日はですね、ドッカンバトルの最新情報をお届けしたいと思います。はい、短い時間ですが、ぜひ最後までお付き合いください。ではまず現在開催中の劇場版連動キャンペーンについてご紹介したいと思います。はい、6月11日土曜日より公開中の映画ドラゴンボールスーパースーパーヒーローですが、もうめちゃくちゃ面白かったですね。いや本当です、もう最高でした、はい、皆さんはいかがでしたでしょうか。はい、ドッカンバトルでもですね、映画の公開を記念したキャンペーンを開催中でございます。特別編イベント究極への奇跡ご飯とピッコロをクリアすると報酬として孫悟飯青年期を入手することができます。はい、またですね、これは映画を見た後でしたら、さらに楽しんでいただけるイベントになっているかと思いますので、ぜひですね、皆さんも劇場に足を運んでみてください。今なら期間中のログインで流石30個とガシャチケットがもらえます。こちらも映画公開を記念した豪華なログインボーナスになっておりますので、まだ受け取っていない方はこの動画をご覧いただいた後すぐにドッカンバトルにログインしていただければと思います。はい、またですね、今回映画に登場した新キャラクターも、ドッカンバトルでの、登場に向けて鋭意準備中です。はい、今後ドッカンバトルでは開催時期を数回に分けて映画ドラゴンボールスーパースーパーヒーローとのコラボキャンペーンを実施してまいります。皆様がですね、おそらく一番気になっている新キャラクターについても、ね、制作チーム一同皆様にですね、納得して映画のシーンを体験していただけるような最高のクオリティでお届けしたいと思っておりまして、はい、現在制作を進めておりますので、登場まで今しばらくお待ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。では続いて、去年から始動したドッカンバトルの大型アップデートバージョン Z 計画の続報についてお松からご紹介させていただきたいと思います。まずですね、近日のアップデート予定になるんですけども、こちらですね、制限イベントに必要なキャラクターについて必要な情報が分かりやすくなるアップデートを予定しております。はい、そちらがですね、制限イベントの対象キャラクターに、獲得場所に応じたラベルを表示できる、逆引き機能が登場いたします。便利ですね。はい、またさらにですね、キャラクターアイコンをタップすることによって、対象キャラクターを仲間にできる獲得場所に直接遷移できるようになります。はい、この機能によってですね、よりキャラクターの育成がしやすくなるかと思いますので、ぜひ活用していただければと思います。そしてですね、こちらはアップデート日がまだ先の話にはなるんですけども、この度、冒険ドッカンストーリーの更新を再開することが決定いたしました。こちらはね、ユーザーの皆様からももう更新してほしいというご要望、特にね、多かったコンテンツかなと思っております。はい、もう大変お待たせいたしました。今回やっとですね、皆様に発表することができて本当に嬉しいです。昨年度から始動した、バージョン Z 計画で追加したドラゴンボールストーリーがあったと思うんですけども、こちらでは、ユーザーの皆様に原作のストーリーを追体験していただきながら楽しんでいただくというコンテンツを目指しておりました。はい、なのでですね、こちらの冒険ドッカンストーリーの方では、原作の世界観をそのままにオリジナルのストーリーを楽しみながら、冒険ならではの何度も遊びたくなるような仕掛けをご用意していきたいなと考えております。新ステージの追加に合わせたキャンペーンであったり、ここでしか入手できないアイテムなどを予定しておりますので、続報を楽しみにしていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。では最後に、7月の七夕キャンペーンのテーマをお松から発表したいと思います。こちらも皆さん気になっている方が多いと思うんですが、7月のテーマはアニメドラゴンボールスーパーの未来トランクス編になります。はい、まだですね、こちらテーマしかお伝えはできないんですけども、何のキャラクターやシーンが登場するかは、ぜひ皆さんで予想してみてください。こちらのキャンペーンの詳細はですね、お知らせや、公式ツイッターで告知させていただきますので、こちらも楽しみにお待ちください。はい、それでは早いものですが、そろそろお別れの時間となりました。はい、今後の劇場版連動キャンペーンや冒険の更新、七夕キャンペーン、お楽しみにお待ちください。はい、今後もドッカンバトルをよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ドッカンバトルメインプロデューサーの柴 P と国内版プロデューサーのお松がお送りしました。さようなら。